クマエルハジババカルは、セネガルティエス出身のサッカー選手。セネガル代表、アランヤスポル所属。ポジションはフォワード。ユース時代2005年に、出身地ティエスを、本拠地とする、US ラインにて、サッカー選手としてのキャリアをスタートする。2007年夏、ババカルが14歳の時に、イタリアのクラブベスカーラに移籍するために、私、 一年後の2008年7月には、アッコフ・フィオレンティーナの下部組織に移籍する。フィオレンティーナ下部組織移籍初年度の2008から09シーズンに、フィオレンティーナのアリエービにおいて、全国大会で優勝し、レアル・マドリード、FC ・バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド・ FC、チェルシー・ FC のスカウト陣の注目を集める。同シーズンは、 アリエビの一つ上のカテゴリーであるプリマベーラにも15歳ながら飛び級で所属し掛け持ちで出場したトルネオデビアレッジョでは得点を決めその活躍とプレースタイルからイタリアの全国スポーツ誌ガゼッタ・デロスポルトには将来のディディエ・ドログは、ビオラのマリオ・バロテッリと称賛されたトップチーム2009年のプレーシーズンに初めてトップチームの練習に参加チェーザル・プランデン リ監督やチームメイトのセバスティアン・フレイラに、株組織に非常に興味深い選手がいると印象づける。その後、16歳でクラブとプロ契約を交わし、UEFA チャンピオンズリーグの登録メンバーに、エイリスト選手として選出される。2010年1月14日に行われた、コッパイタリアでの対 A.C. キエーボ・ベローナ戦にて、16歳にして、トップチームデビューを呼び、 プロ公式戦デビューを果たす。デビュー戦の後半30分には、マヌエル・パスクアルが放った直接フリーキックがババカルに、当たりコースが変わり得点も記録する。チームの3から2の勝利に貢献し、プレイ内容とともに上々のデビューとなった。同年2月27日にはアウェーで行われた、タイ・ s ラチオ戦にて、マリオ・ボラッティとの交代でリーグ戦に出場。 16歳でセリエ A にデビューを果たした。続く3月13日のアウェイで行われた対 SSC ナポリ戦では途中出場ながら勝ち越し点の起点となり、さらに終了間際には相手ゴールキーパーのモルガンデ・サンクティスが上がっているのを見逃さず50メートルほど離れた無人のゴールにボールを流し込み、ステバン・ヨベティッチへのアシストを記録した。 初アシストを記録した翌試合の対、ジェノア CFC 戦では17歳と3日で、セリエ A 出場2試合目にして初得点を挙げる。3月20日に行われた、同試合で終了間際の後半35分に、アルベルト・ジェラルデイノと交代で出場すると、その6分後である後半41分に、後方からのロングパスを相手ディフェンダーと競り合いながらもキープし、 ゴールキーパーとの1対1を制止コースをつくゴールを決めた。2010年7月13日には、フィオレンティーナと2015年までの契約を延長することで合意した。シニシャミハイロビッチが監督就任後は背番号9番を任された。ラシン、パドバへのレンタル、モデナでの活躍2012年1月31日、ラシンサンタンデールにレンタル移籍した。 2012年7月11日、カルチョパドバにレンタル移籍した。2013年8月11日、モデナ FC へレンタル移籍。モデナではレギュラー FW として活躍し、セリエ B のリーグ戦において39試合出場。得点はリーグ3位となる20得点を記録した。出場試合数、得点数ともにチームトップの数字であり、 この活躍から、レンタル元であるフィオレンティーナが、レンタルバックを求めることになった。再びフィオレンティーナへ2014年6月20日に、フィオレンティーナ復帰。2014から2015シーズンは途中怪我により、離脱したものの、リーグ戦において20試合出場、7得点を挙げる。10月5日の対インテル戦ではゴールから30メートルの距離からゴールを決め、 セリエ A においても通用しうるポテンシャルを印象付けた。2015年7月14日にフィオレンティーナと5年の契約延長にサインしたことをクラブ CEO のアンドレアロッグが公式発表し年俸150万ユーロと報道された。2016から17シーズン4月22日のインテル戦で先発すると2ゴールを決め後から4での勝利に貢献した。 2016から17シーズンはセリエ10得点を記録した。2019から20シーズンはサスオーロからレッチェへレンタル移籍した。2015年3月23日にセネガル代表に初招集される。アッコフ・フィオレンティーナの下部組織において特筆すべき活躍をし国内外のスカウトの注目を浴びる選手。イタリアのメディアからは新たなディディエドログバとも呼ばれ。 フィジカルと身体能力の高さを生かし、豊富な得点パターンを持つセンターフォワードである。両足を遜色なく使い、ポストプレーにも優れる。本人も憧れているリデ,デイ・ドログバやヌアンコカヌのように、強靭な体育と高いテクニックを合わせ持つが、同時にトップチームに引き上げた。プランデリ監督からは、少々ボールを持ちすぎると指摘されていた。ありがとうございます。